こんにちは、こんにちは。どうも、世界のコメディアンヒヨゴンです。皆様お久しぶりでございます。まずですね、私、高校卒業いたしまして、髪染めと髪切りに行きました。ですが、すごく残念なことに私、紫にしてくださいって言ったんですね。色入らなすぎて赤茶になりました。今、部屋が暗すぎてわかんないんですけど、外に出たら赤茶です。すごくショックでした。それでは行きましょう。私、卒業旅行で韓国に5泊6日で行ってまいりました。素敵の一言。それで今回は購入品紹介食べ物編ということで、食べ物の購入品紹介をしていきます。最初に言っておきますが、全然面白くありません。そしてただいま、たった今家に着いたので、ちょっと寝起きなんですね。なのでちょっと舌が回らなくてですね、すごくイライラすると思うんですけど、皆様イライラを抑えて穏やかな目と穏やかな心で見てください。それでは行きましょう。レッツゴー。まず一つ目、じゃらーん、こちらのマイチューです。これはもうハイチューにそっくり、むしろハイチューなのではないかという商品でございます。こちらはいちごと桃味です。もう大好きな2つの味なので大満足ですね。こちらも旅行中に何個か食べちゃったんですけど、こっちがいちごで、こっちが桃です。可愛いですよね、パッケージが。こっちの方がよくね、可愛い。うん、そして美味しい。大量に貼ってるので、取った分が中に戻らなくて困っているな。少々お待ちよ。次、じゃらん、こちら、これはもともと、なんだろうか、このアイス、この飴の味のアイスがあるんですよね、もともと。それを飴にしたよみたいな、ごめんなさい、説明が下手すぎますね。アイスを飴にした商品です。コーラとスイカと、すいません、マネキュアが取れてるんですけど、コーラ、スイカ、何を、いちごかな、なんかわかんないけど、と、あとフルーツミックスの味です。これ、前通販で買おうとしたんですけど、通販だったら送料込みで2700円ぐらいしたんですけど、これはロッテマートで990円でした。あ、ちなみにちょっと説明の順番がおかしいんですけど、全部ロッテマートで食べ物は買いました。大きい袋2袋分、もちろん免税になりました。めちゃくちゃ買ったので。次、こちらのカムジャミョン、これは多分ジャガイモで作った麺のラーメンです。なんかもちもちして美味しいらしいので買ってきました。食べ物はまたモッパン動画も出すので、皆さんぜひ見てください。次、じゃじゃーん、ハニーバターチップ、これは6個入りかな、6個入りです。お土産で渡せるなと思って6個入りのを買いました。めちゃくちゃ美味しいですよね。味がなんか日本のと違くて、めちゃくちゃ味が濃いんですよ。濃い味が好きな人絶対大好きだと思います。食べてみてください、めちゃくちゃ美味しいので。あ、次、このツナのラーメン、ジャンジマヨかな、ビビンミョン、すいません、あまり読めないんですけども、とりあえずこのツナのラーメンを買いました。お次、こちら、これも大人気というか、もうみんな、ごめんなさい、もう部屋がめっちゃ追われて、今帰ってきて、何度も言うんですけど、今、たった今帰ってきたので、すごく部屋が追われて、片付けたいんですけども、片付けられない状況下にいますので、ぜひともご理解をよろしくお願いいたします。部屋汚くねとかいうコメントが来たら、本当に涙のプーさんなので、本当にお控えください。こちら、プロダックプクミョンのチーズ味。お次、じゃじゃーん、のぐにラーメン、これはちょっとピリ辛のなんか海鮮系の味がするやつです。スープめちゃくちゃ美味しかった、美味しかったです。先輩が1個食べたので、一緒に旅行に行って先輩が食べたので、ちょっとスープ飲ませてもらったんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。食べるのが楽しみです。次、マーケット王のリアルブラウニー、じゃーん、抹茶とチョコを買いました。美味しそうですね。以上です。次、ジャバゲッティ、スパゲッティならぬジャバゲッティ、おしゃんですね。こちらはジャージャー麺ですね。5プラス1の6個入っています。これは日本の韓国商品扱っているお店で前買ったんですけど、美味しかったので韓国で見かけて買いました。お次、じゃじゃーん、リアルチーズラーメン、リアルなチーズのラーメンです。美味しそうなので買いました。お次、ハニーバターマスタード、これたく
さんの YouTuber さんがこう美味しいですよって紹介していたから買いました。美味しいらしいです。使い方が全然わかんなくて、でしかもこれ隣にこれの2倍ぐらいの大きさのこれぐらいのやつがあったんですよ。それをスーパーのおばさんがなんて言ってるかわかんないけど早口で、あんたこのサイズでけえの買っていきなよ、でけえのがあんだからみたいに言われたけど、いやいや、うちチナこれ初めてなの、初心者のわけね、初心者で美味しいかもわかんないよ、そんなでけえの買うわけねえだろっつってな。で、心の中でお前、あにあに、いごちまや、うんうんって言って、なんて、もう、あ、もう、いやいや、もうこれでいいです、みたいな感じでも言いました。片言の韓国語で、頑張って会話しました。次、このなんか、美味しい、この美味しいやつ、買うの、美味しいやつ。わかりますか、みんな。食べたことありますよね、一度は。多分、多いと思うんですけど、食べたことある方が。美味しいんです、これ。なんと、後ろに作り方が載ってるんですね。大丈夫ですか？この会社の方。企業秘密にした方がいいですよ、これ。まず、いちごのクリームを鍋で煮詰めます。そこから、ポンプのようなもので、ぴょぴょいと取って、ぴょぴょいと置いて、ぴょぴょいと固まらせてできます。なるほど。これ、企業秘密に当たらないくらい、ざっと説明していますね。まあ、なんていうんですかね。詳細が書いていても作らないよって話なんですけど。とりあえず、美味しいので買ってきました。お次に、トードロッドトードロントンポ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 ンバターワッフル。これめちゃくちゃ美味しいですよね。バイト用と家用に買ってきました。もう家用のはちょっと何個か食べちゃっていて、本当に家族の皆さんにすいませんっていう気持ちでいっぱいなんですけども、家族の皆さんいつも見てくれていますよね、私の YouTube。 家族の皆さんごめんなさい、ちょっと食べちゃいました。こちらを2個買ってきました。美味しいのでね。お次に、じゃじゃーん、文字の癖がすごすぎて何て書いてあるかわかんないけど、とりあえずなんか美味しそうななんかガムかなんかハイチュウかなんかっぽいやつ食べないとわかんない。これも木板動画で紹介します。じゃじゃーん、次、韓国のりー。もうね、韓国といったら韓国のりって感じで、ね、これはですね、もうバイト先の綺麗なお姉さんに、バイト先の綺麗なお姉さんに脅されたので買ってきました。おいお前、韓国のり買ってこいよって言われたから。いつも YouTube を見てくださってるんで、そのお姉さん見てますか、見てますか、買ってきましたよ言ってね、あなたのために買ってきました。今日ね、もう早速バイトなので渡していきたいと思います。次、もう完全自分用で、じゃーじゃん、これ上にかける用のもうふりかけ韓国のりみたいな、あの韓国のりっていちいちこう触って食べて触って食べてしたらもう手がのりのりのりこになるじゃないですか。もうそれがいやいやいや子で、この袋からかけかけかけこのやつを買ってきました。もうこれめっちゃいいじゃんと思って、初めて見たふりかけ版の韓国のり、韓国のり美味しそうだから買うてきたよ。やっぷ、食べ物の購入費消化は以上になります。たくさん買いましたね。あと、もうモッパン動画もぜひ見てください、後で出すので、よければチャンネル登録とインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。ヒヨゴンって調べたら 99% 出てきます。あ、間違えた、 99.9% 出てきます。 0.1% 妥協ってやつですね。それでは本日もご視聴本当にありがとうございました。アニャン、あ、可愛くないね今のは。アニャン、可愛い、アニャン。